勉強していない。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、ちょっとメルマガの読者さんから、周りの人がまだ勉強をね、始めてない。勉強は、やろうと思ってるけども、やっぱり忙しくて勉強できていないんだよねって、言ってるんですけども、まだ勉強始めなくていいですかっていうのをね、メールいただいたんですよ。で、まあ、今回はそれについてのちょっと回答の動画になるんですけども、勉強している人って、自分で勉強しているって言わないんですね。まあ、実際私自身もそうだったし、周りの人もそうでした。勉強してても勉強してるはあんまり言わない。だから、まだ勉強始めていないとか、まあ忙しくてね、そんな勉強する時間ないよって言ってる人であっても、実際やってる人っていうのは非常にたくさんいるっていう事実をちゃんと頭の片隅に入れといてください。周りがやっていないよって言ってるから、じゃあまだやらなくていいのかと思ってやらなかったら、もうその時点でもう出遅れているわけなんですよ。そうなってくると、後でもお話しますけども、やっぱ勉強量に差が出てくるんですよね。それだけで他の人よりも合格からはもう遠く離れてしまいますんで、その点注意しましょう。実際弊社のね、個別指導の受講者さん、いつの時期がね、受講者多いかっていうと、10月、いわゆる試験が終わった後ですね。もう、試験が終わってもう20点台ってもう確定してしまったら、もう大体ね、落ちるなって分かっちゃうわけですよ。すぐに速報で、大手のね、学校とかが大体の点数出すじゃないですか、合格の予想点って。35点とか34点出てる中で、もう20点台だったらもうこれね、確実にもう、もうこれは落ちるなって分かっちゃうんで、もうそういった方が10月、その試験が終わった後、バババって申し込みをして、もう今からすぐに勉強始めようって、するんですね。で、その次に多いのが合格発表の、後なんですよ。その後もすごく多いです。合格発表があって、もう今年ダメだったんだ。で、惜しくもね、1点差で落ちちゃった。で、まあ、弊社とね、弊社の動画とかを見ていると、その勉強の仕方が悪い状況で、どれだけ勉強のね、量を増やしたところで、まあ、合格できないってことに、まあ、その時にね、気づいていただいて、じゃあ勉強の仕方を変えようっていうことで、受講していただくっていう方が非常に多いです。このね、まあ、10月、12月かな、そのあたりが弊社の個別指導の半数ぐらいを占めてるんですよ。で、その後っていうのは、まあ、ちょろちょろやっぱりもちろんありますよ。で、もう今のね、今この動画撮ってるのは4月なんですけども、4月の時期っていうのは今からでも間に合いますかっていうような、まあ、ご質問が多くて、まあ、正直間に合うんですよ。間に合うけれども、やっぱり勉強量的にはね、昔から勉強している、まあ、12月から勉強している方よりも、やっぱり勉強量増やしていかないと、勉強量が足りないことによってね、落ちちゃうってことはあり得ます。なので、この動画、いつ見ていただくかわかんないけれども、見ていただいて、まだ勉強を始めていないというのであれば、もう今すぐね、始めなきゃいけないんだと、いうことをね、ちょっと頭に入れてください。もう周りが何を言っていようが、もう気にしないでください。ネットで調べてもね、おそらく3ヶ月とか4ヶ月で合格したっていうのはね、体験談、あると思います。まあ、実際に、弊社の個別指導の受講さんは3ヶ月、4ヶ月で合格してますけども、それ一部の方なんですよ。今からお伝えする2つの条件っていうものを満たした方なんですね。まあ、もちろん運よく合格する方はいますけれどもね。まあ、大体その実力で合格してる方っていうのは今からお話する2つの条件を満たした方になっちゃうので、だから自分もね、じゃあ3ヶ月、4ヶ月前から勉強すれば大丈夫なんだっていうふうには、思わないでください。で、この2つの条件って何なのかっていうと、合格するための実力っていうのは、勉強量と勉強の質、この2つをやっぱ同時に上げていかないといけないんですね。で、もし、その10月試験が終わった後とかね、合格発表が終わった後ぐらいから始めている方っていうのは、この勉強量っていうのは多いわけですよ。今この動画撮ってるのは4月って仮定してですよ。4月なので、そのもう4ヶ月かな。10月から始めてる方っていうのは大体5ヶ月、6ヶ月ぐらいも勉強しているわけです。で、弊社の個別指導の受講者さんでも、もう、一通り全部ね、学習したのをこれ1週と考えたら、もう2週目がそろそろ終わる方も、ちょろちょろ出てるんですよ。だから、もう勉強量が大きいんですよね。非常に量は増えてます。ただ、見ての通りこれ掛け算なので、量が増えても質が悪かったら、実力上がんないんですよ。だから、多くのね、まあ、予備校通っている方もそうだし、
独学の方もそうなんですけども、勉強の仕方を間違っているがゆえに、勉強を早く始めて、これは大きいけれども、これがちっちゃい。いわゆる勉強の質が低い。小さいですね。だから、結果として実力は上がらずに不合格って方が非常に多い。ただですよ。勉強の習慣付けっていうのは、比較的にちょっと時間かかるんです。独学だったら特に。自分で勉強の習慣をつけていかないといけないんで、ここに時間かかるんですね。ただ、勉強の習慣付けができている方だと、勉強の仕方なんかこんなの知ってるか知らないかだけの話なんで、この仕方を私がね、個別指導でポンと教えちゃったら、すぐにこれ実行できちゃう話なんですよ。そうすると、一気にバババって実力上がってくるんです。これが大きくなって。ただ、一方ですよ。4月から始める方っていうのは、勉強の習慣もついていない。勉強の仕方も分かっていない。こういう状況なんですよ。そこからじゃあ合格に持っていくためにはって考えると、どっちも一気に同時に上げていかないと、なかなか難しいんですね。だから、試験半年前とか、まあ、4ヶ月前、3ヶ月前から初めて合格する方っていうのは、この2つを一気に同時に上げたから合格できたんですね。どれだけ1日、思いっきり勉強しましたって言ったとしても、多くの方が受からないんですよ。だどっちも両方上げていかないといけないがゆえに、なかなかしんどくなってくる。ただ、まあ、弊社のね、実績とかを見てても、受からないわけじゃないです。どちらも上げることはできます。なので、まあ、独学であったとしてもですよ。この二つをちゃんと上げていくような対策を考えていく。例えば、勉強の習慣であったらですよ。じゃあ、どうやって勉強時間を作っていかなきゃいけないのか。自分でね、この時間なら勉強できるな。っていうふうに、もう見つけていくわけですよ。で、じゃあ、翌日ね、一日経って勉強できたかどうかをちゃんと確認する。勉強できていなかった。じゃあなんで勉強できていなかったのか。まあ多くの方が忙しいっていうことを理由にして勉強できないって、するんですけども、それを正当化していたらいつまで経っても勉強できないので、じゃあみんなは忙しくて勉強はできてる。自分は忙しくて勉強できていない。その違いって何なんだろうっていうふうにいろんなことを考えてね、対策を考えながら試行錯誤をしてトライアンドエラーを繰り返して徐々に勉強の習慣をつけていくってことを自分でマネジメント管理をしていかないと。いけないんですね。なんで独学だったとしてもそれをやっていきましょう。で、勉強の仕方。これは、別途動画があります。まあ、独学だとね、できることがちょっと限られてきますけれども、やらないよりかはね、やった方がいいので、独学で、できる理解学習の動画あります。なんでこちらをね、ぜひご覧ください。で、ちゃんと2つがね、揃った状況から実力がどんどんね、バイバイゲームみたいに上がってきますんで、で、まだ4月であれば、まあ、十分合格できます。なんで、引き続き頑張っていきましょう。で、もし今年絶対合格したいんだっていうね、強い気持ちを持っているのであれば、私と一緒に勉強をして、今年の合格目指していきましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。